どうもこんばんは、エネムです。今回は超人 X 第7話の考察をしていきます。第7話のタイトルはブロイラー、意味は焼肉機または丸焼きに適する食肉用の若鶏を意味します。今回の第7話で白蛇の超人ナリを中からこんがり焼こうとした際に自分ごとを焼こうとするシーンから撮られていると思われます。さて、前回第6話のラストで自身も完全重化することを選択した時を、アズマ、俺、お前みたいになれるかな？お前みたいになりたいんだ。第7話冒頭での回想シーンで時をはアズマのようになりたいと願います。ここで思い出してほしいのが、超人 X 第3話でアズマが言っていた、超人の姿はその人がなりたい姿になるんじゃないかな、という言葉。僕は第3話の考察で、本当はハゲタカになりたかったのはアズマで、時生はアズマになりたかったんじゃないかと考察していましたが、今回の第7話の回想シーンにて時生がつぶやいたお前みたいになりたいんだという言葉により、ほぼほぼ確定となったと思われます。また第7話の回想シーンで描かれているアズマには全て共通点があります。それは高いところを意識しているということ。非常階段の上、ジャングルジムの上、階段の上、校舎の上階の窓、空を見上げるアズマ。アズマの描写は全て時生の視点よりも高い位置に描かれており、時生がアズマにいかに憧れているか、そしてアズマが世界一高く飛べる鳥であるハゲタカを意識しているかが読み取れます。アズマと時生の超人化についての考察は、第3話の考察動画で詳しく説明していますので、ぜひぜひご覧ください。完全重化した時生が力を使いこなせなかった理由は、星サンダークが出力のバランスを見誤ったと言っていましたよね。僕的にはハゲタカになりたいと心から思っていない時生が力を使ったところで進化は発揮できないのではないか。アズマのようになりたいと思いながら完全重化しても不十分な完全重化になるのではないかと考えています。現にナリが完全重化した時、完全重化は頭がバカになると言っていましたよね。完全重化後の体の軽さにテンションは上がっていたものの、逃げる判断をしたり、エリーと協力して戦う方法を考案したりと冷静な思考を持ち合わせていました。以上の理由から、本来なりたい姿ではない超人の力、アズマになりたいという邪念がある限り、ハゲタカの能力の進化を発揮することができないんじゃないかなと思っています。これから星サンダークの下で修行が始まると思いますが、時生がどう力を使いこなせるようになるか楽しみですね。幸運の象徴であるツバメの描写があったりと、時生にとっての辛い日々に終止符が打たれそうです。また山ともりに掲げられている2枚の旗のうち、一つに3本の矢が描かれています。時生がナリとの戦闘時にエリーに話していた3本の矢の教えですね。戦国武将の毛利元就が3人の子供に教えた、1本の矢は容易に折れるが3本まとめてでは折れにくい、という教えです。時生は東から教えてもらったようですが、ヤマトモリがこの旗を掲げているということは、アズマと何らかの関係があるのかもしれません。もしかしたらアズマはヤマトモリに憧れており、ヤマトモリに入りたかったのかもしれませんね。そして時生が解毒のために飲まされたバステトールという薬。バステとはエジプト神話に登場する猫の女神です。蛇の首を跳ねるものと信仰されているため、今回白蛇の超人ナリから受けた毒を解毒するための薬の名前として使用されていたと思われます。また第7話のラストで禁断の果実であるリンゴを時生が食べていました。創世記の失楽園では蛇にそそのかされたアダムとイブが禁断の果実、善悪の知識の実であるリンゴを食べてしまいます。その結果無垢を失い、羞恥心を得た2人はエデンを追放されてしまいます。今回星サンダークに勧められて禁断の果実を食べた時生は完全に超人への道を歩み始めたと思われます。さて、今回は超人 X 第7話ブロイラーの考察でした。とりあえず序章が終わった感じでしょうか。
次回第8話の更新まで少し期間が空くようですし、今のうちに振り返っておくのもいいと思います。ではまた第8話の考察動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。